はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、三菱さんのスターキャンプの方に来ております。なんかね、もう向こうね見てもらえればいいですけどもね、タフバイタフですよね。タフバイタフ頑張って、タフバイタフもう作りましたね。猫さん、そう、オートサロンから ね始まって各地を転々としてね、今回はやっとこのキャンプ場に設定されてるっていうことで、はい、やっぱ外で見るといいね。そうそう、やっぱこうアウトドアのイメージでね、こう展示してもらえるとイメージも湧くし、やっぱ映えるなっていうね、ね、感じがしますね。外で見ましたけど ね、うん、でね、まあ、今回はね、うん、私ね、まあ、こう数ね、あの三菱さんたくさん車、はいはいはい、展示してるんですけども、そうですね、うん、あのね、一番気になったのが、はい、ね、この RVR、 この RVR、 そう、 RVR なんですよ。ごめんね、あのね、あんまり俺詳しくないんだけど、これってさ、うん、こんなにいっぱいパーツ出てる、いや、純正用品が多分ついてるんだと思うんですよ、うん、純正用品って、うん、こんなにいっぱいパーツ出てる。いや、でもあんまり見たことない部品もねなんかついてて、なんかポツンとここにあのなんかちょっとクロスカントリー風なね車があるなと思ったんですけど、これだってフェンダーとか、うん、なんかこんなバンパーみたいなとかって出てるの。いや、だからちょっとかっこいいなと思って、さっき見たらあの参考出品っていうような書き方をされてるので、あ、これ参考出品なの？そう、だからイベント向けに、うん、まあ、作った車だと思うんですけど、売ればいいのね、うん、ね、ね、こういうスタイルで、ね、なんかひょこっと置いてますけども、森口さんいる？でね、もうね、さっきから映ってるんですけども、あの森口さん、あのこの前キャンプした森口さん、森口さんお久しぶりです。森さん逃げないでね。どうも。お久しぶりです。この前のキャンプありがとうございました。ありがとうございました。ね、はい、森口さんここ立ってるってことは何？この担当？はい。担当です。あの、言っていいことと言っちゃいけないことがあると思うんで、はい、あのあんまり言いすぎると、あの、はい、とか、あの知らない国に飛ばされるかもしれないんで、あれですけども、これはあれですよね。市販のパーツ以外のもついてるんでしょ？これ。ついてます。ついてるんだよね。はい、で、さっきなんかあのなんだっけ、あそこのあの何スペックシート見たら参考出品、はい、ってことはなんかいっぱい作ってみた。作ってますね。ますね、はい、そうですよ、あんまり、はい、あんまり言うと怒られるんでね、あれですけども、で実際に今なんかこれ参考出品的なものって何があるの？これ参考出品してるのは、うん、このボディの下回りについている、うん、プロテクター類、このバンパーのこれ、はい、まずはフロントですね。フロント、はいはいはい、うん、この下まで、下まで、うん、で、うん、フェンダーがこうついてます。これ何、カーボン柄なの？これカーボン柄です、うん、めっちゃやる気な、はい、これフロントリア、そうですよね、はい、フロントと出て、こんなんもそうなん？これは、これも車両の標準です。前からあるの、はい、おー、なるほど。で、あとサイド、おう、ここから始まって、こう幅広の、はい、おう、はい、やつ作って、はい、でフェンダーですね。フェンダー作って、まあ、あと、うん、ちょっと影になっちゃってますが、はい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 、リアこのなんかすごいでかいやつもそうな、ここら辺から装置こと、ここからです、おう、このかなりでっかいのが、おう、うん、作って、ね、うん、上はもう前からあるんだよね、多分ルーフラックとかは、うん、上のルーフラックも今参考出品してます、うん、あ、これも参考出品な、はい、すごい、だってさ、はい、後ろから見たらさ、めっちゃなんかやる気じゃない、これ。これでもさ、はい、別になんだっけ、ほら三菱さんってラリアートのブランドあるじゃない、はい、でもラリアートっぽくはないよね。でもラリアートよりも、うん、オフロード寄りな感じで、なんかこうちょっと作ってみて、はい、うん、のを作ってみて、見て、はい、で一応で、ね、今回、はい、多分あれだよね、このスターキャンプがなんかこう、うん、初参考出品的なもの、見たことないですよね、はい、うん、あの三菱のなんか、はい、あのなんだっけ、田町って下飾ってますもないよね、多分ね。初めてですか？初めてです、ね、そうですよね、はい、お披露目する機会は今回は初めてになります。じゃあ今日初めて、はい、初めてお披露目、ね、はい、いいの、こんなところにこんなお客さんの目の前に置いて大丈夫？コンセプトモデルですからね。あ、うん、やっぱこれ多分市場評価とか、ね、皆さんの声を聞くんだと思いますけど、ね、いやでもなかなか三菱さんらしい。これなんかさ、すごい後ろから見るとさ、なんかめっちゃやる気な、こうワイド感ブリブリ感みたいな感じしますよ、これ、はい、かなりタフな印象を、まあ、あれじゃないの、もう参考出品じゃなくて、もう明日くらいから売ればいいんじゃないの現地特売で、なんかホーセールって書いておけば多分今あれって言って
ね、純正用品もねたくさんついてるみたいですし、純正用品もはい、もりもりでついてます。参考、まあ、出品のパーツもついて、今このスタイリング、はい、あるしね、うん、いやこれすごい三菱さんのそのなんかアウトドアイメージというかね、オフロードイメージに振ってきたなっていう、うん、そう、うん、それこそアウトランダーとかそこら辺の車種とかでもなんか似たようなね作って出せば、ね、いろいろ作ればいいと思いますよね。出せばってほら、私ごめんなさいね、簡単に言うんでお前パーツの開発がどんだけ大変かわかんのかよっていうね感じですけども、はい、ねこれでもなかなかちょっといい感じの、うん、ちょっとねノーマルがないんでね、その比較が分かりにくいかもしれないですけど、うん、だって森口さんあれとね、あの売ってる用品もフルオプションみたいなもんですよね。そうです ね, ね、はい、ね、うん、既存で売られてる用品もモリモリでついてます、うん、はい、いやあれじゃないの、なんかちょっと端っこでなんかポツンと置いてるより、はい、メインでなんかこれ見逃しに、はい、なんだったら今ちょっとバーッと乗って走ってくるなんかあの怒られない程度ね本当にまあまあまあ、でもね、なんか参考出品ということで、はいはい、 あ、まあ、あと1個、お、何何、あと1個、うん、かなり重要なパーツなんですけど、はいはい、何、うん、こうテールゲートのガーニッシュがついてます、うん、っていうかこの何、はい、このすごいやる気なスポイラーっていうか、う、ね、このでかいつまみ出したような、うん、立体的な造形のテールゲートガーニッシュ、これ何、上から半個出品です、上から貼ってるみたいなやつ、そうですね、はい、すごいじゃない、ちょっとなんかやる気な、はい、なんかあの昔のなんかこうブリブリななんかラリーカー作ってるぐらいなイメージ、ちょっとあのノーマルの画像をね山ちゃんあのインサートしておいてもらって、ね、で比べるとよく分かる、あ、そうそうそう、そうかもしれない、違いがね出るので、うんうんうん、これいいね、そうそうそう、すごいアルバルかっこいいですよこれ、かっこいいかっこいい、なんかちょっとねこう RT のまあオフっぽいタイヤ、うん、ね、履いてやってますけども、これもあえてタイヤ履いてるんですよね、今回はこういうオフロードイメージでね、そうだよね、うん、うん、いやこれいいね、うん、うん、もうまあぜひね、はい、参考出品やめて、はい、もう本当はなんかぜひぜひ、はい、イベント終わったらあさってぐらいからなんか発売しましたって出るんじゃないの、ね、まあまあまあそこら辺ちょっと分かんないんで、はい、ね、期待という形で、はい、交互期待ということで、はい、ね、はい、ということで、森口さんどうもありがとうございます、ありがとうございました。